ナンバーワン経営塾の西村健二です。最近つくづく感じていることがあります。それは結局のところをやることをやっている人間が最後に勝つということです。そして経営においてやることは、まずは経営はお客様作りということです。そして2番目は戦略は差別化一位作りということです。そして慢心してはいけないということです。慢心するな、進化イノベーションです。世の中は変わります。お客様も変わります。競争力も変わります。競合も変わります。だからイノベーションを考えていく必要があります。そしてそれに合わせて人づくりです。この人づくりの中には自分も入っているということです。まあ、こういうことをやるべきことをやっている経営者は最後に勝つというのが私の信念ですし、勉強会で教えることですし、最終的に成果を出している経営者はそうされています。ナンバーワン経営塾の西村健二でした。以上です。